はい、皆さんはどつです。キツネ枠です。今日は2018年の4月の19日朝の7時44分です。よろしくお願いします。おかげさまでね、皆様からいただいたアイテムが、約5000円いきましたので、キャメラ代にね、半分貯まりましたので、引き続き頑張っていきたいと思います。支援してくれたリスナーさん、本当にありがとうございます。映画に向かってね、一歩一歩進んでるんで、頑張っていきたいと思います。え？坂の方。え、何？坂の日光浴でこれ。あ、日光浴？ここカーテン？うん。はいよ。はい。T シャツ、はいはい。はいよ。はい。こっち側開ける？ここ。うん。今日曇りだね。おはよう。あれなんかさ、ずれてるんだけど、棒が。うん。あと1個外れてるね。どこのやつが外れてんだろう。ああ。後でつけてあげて。うん。おはよう。うん。頑張ります。みんなおはよう。はい、おはようございます。おはよう。あ、花火ありがとう、7号さん。花火ありがとうございます。おはようございます。おはよう。今日も暑いのかな？おはよう。おはよう、おはよう。日本弾丸食続いてますよ。何どうなってるんですかってどういうこと？何も普通に通常営業で続いてるよ。おはよう。ね、悪魔のキューピーさん全く関係ないじゃん。うん、何詐欺ばかりしてるって。どういうこと？キャメラはまだ買ってないよちょうどね、半分いった感じ。うん、ちょうどね、25万円ぐらい貯まったから。あ、25万じゃない、12万5千円だから。今折り返した感じかな。何日だろう。カメラの枠始めてからどれくらいだろうな。スタートしたの。あれ、いつからだっけ？映画って。ちょっと待ってね。映画は、この枠がスタートかな？ちょっと待ってね。カメラ。カメラの募集、いつからだっけな。あ、ここだ。カメラ台。あ、違う。この枠じゃない。7日じゃなくて、6日かな ?6 かな ?6 日かな。映画撮るっていうタイトル。映画の枠どれだろう。映画撮る。7日かな。まあ、10日ぐらいかな。まあ、2週間ぐらいで半分かな。2週間ぐらい。はい、頑張ります。7日、6日かな。6日だったっけな。ちょっと覚えてないけど、今月の1週目ぐらいかな。主演俺だね。来月の頭に変えたらありがたいよね。ありがとうございます。月末にね、達成できたら嬉しいね。マンスリー入ってないですね、僕は。映画の脚本は教えないです。いやー、わかんない。あったら、実物、会ったことある人に聞いてみて。会ったことある人いるんじゃない？生活費はないですね。はい。ロードマップっていう単語がわかんないですね。会ったことある人に聞いてみたら。映画出たい人は LINE に連絡ください。昨日、だから、追い抜かれたんでしょ？昨日150位だったのが誰かが追い抜いたんでしょ。低下っすね。和道はリアルで見たら凹凸がすごい。凹凸ってなんだろう。カメラワークとかできる人？ちょっとよく何言ってるか分かんないですね。アクションではないですね。アクションシーンは入れようと思ってるけど。分けて金額表示させないというか、生活費は生活費で表示はさせないですね。生活費は生活費であるんで大丈夫っすよ。いや、切り替えてる。この表示がない時にいただいた花火っていうのもあるから。うん。キャメラはヨドバシカメラで買うかな。部屋は空気清浄機回してる。キートスは俺ツイキャスの配信者じゃないからキートスは使わないね。でキートスの仕組みがよくわかんないんだよね。生活費どれくらいだろうな、22万ぐらいじゃないかな今。おはよう。おはよう。いや、人気がないから、マンスリー10位とかって100万どころじゃない、200万、300万稼いでるから。うん。納得っていうか、俺ツイキャスの配信者じゃないから。いいですよ。ふわっちの還元率 50% で直振り込みとかできるの？直振りしたい人は連絡ください。うん、恋愛ものの映画撮ろうと思ってる。新宿のマップカメラがいいの？え、でもどこで買っても一緒じゃないの？メイクは今のところ必要ないかな。うん。ドロドロ、そうだね、胸くそ悪い系になると思うな、多分。いや、俺ヨドバシカメラ好きだからヨドバシカメラとかヨドバシに金落としたいから。いや、リスナーさんで出演したいっていう人もいるから全然大丈夫だね。バイオレンスはないかな。バイオレンス要素は今のところないね。ラブストーリー、ラブストーリーに見えないかもしれない。俺にとっては恋愛を描くつもりなんだけど、今の脚本で、え、これ恋愛じゃないでしょっていう人もいると思う。うん。映画出たい人は LINE に連絡ください。半分いた、半分いた。まあ全部構成は頭の中に入ってるよ。だからどこまでを30分に切るかっていうのを今考えてて、まあそれも大体決まったかな。まあ1話の終わりこうしようっていうのはあるね。で、どっちを頭にするかで今考えてる。どっち側を頭にしてどっち側を後編に持っていくかですげえ悩んでるかな。まあ濡れ場は作ろうと思ってるけど。絵コンテは描かないっすね。はい、技2。カオスは多分断るんじゃないかな。音楽まあフリー素材とかでなんとかできる部分はするけど、もう作るしかなかったらもう作るね。まあでも今フリー素材で結構いい音楽いっぱいあるからなんとかなると思うよ。買ったギター使ってるよ。キャスはまあ、出たいっていう問い合わせの中から配役決めるんだけどね、正直言うとね、キャスティングはね、あんまり、大丈夫。そこも結構、もう考えてあるから。もともと自分一人でどうするのかっていう構想でやってたからなんとかなります。今回ねドキュメンタリー撮らないからムーア感はないね。ミュージカル嫌いだからやんない。歌う意味が分かんない。なんで急に歌い出すのかよく分かんない。ミュージカルは嫌だね。ミュージカル嫌いなんだよ。コメディはすっごい難しいよ。コメディやりやすいって思ってる人はすごい嘘だろうって思う。コメディめちゃめちゃ難しい。風船ありがとう。レッドカーペットね、いつか踏みたいよね。アクションは入るね。アクションは入る。風船ありがとう。今まで作ったことないよ。処女作品だね。デビュー作品。そうそう、鮫島さんの歯を探すっていうテーマはもうテーマの中に入ってて、さすがだね。これがそのアイテムなんだけど、鮫島さんがこれを見つけるっていうのがテーマだね。感動のエンディングだね。そうそう、さすが。塗ればありますね。寝なよ。ああ、そうだね。だから、ヨーロッパの映画とか結構惹かれるよな。うん、北欧系の映画とか、やっぱ絵が圧倒的に美しいから。うん、それでまあカメラへのこだわりとかが強いんだなって思うけど、なんか色彩感覚とか、まあ北欧の人たちの方がこだわってるなっていう感覚はあるよ。おやすみ。そこはこだわりたいところだね。脚本は頭の中にありますよ。いや、iPhone って言ってる人って頭おかしい人だと思ってるから。アメリとかもそうだしね、すごい色彩感覚だよね。AV の人ね、この前ね、キャスバーで会って、あ、流れたって言ってた。ありがとう。気まぐれ花火。ありがとう。うわ、すげえ。ファンタスティックじゃん。いいの？ありがとう、ありがとう。匿名さん、ありがとうね。楽しかった。つって。ありがとう。ああ、うわ、いいんすか？ありがとうございます。ありがとう。すいません、なんか。気遣いありがとうございます。うん。映画への道のりっていうかね、多分ね、準備に1年ぐらいかかるんじゃないかっていう風にアドバイスはされた。で、撮るのが、まあ、2ヶ月。で、まあ、発表にもろもろに2ヶ月かかるって。だから1年半ぐらいかかるのが普通ですね、みたいな。いいね、ありがとう。脚本というか、じゃあ構想話そうか。でもなんか、なんか放送でそれ話して意味があんのかっていうのはすごい疑問があるんだけど、なんかただただ批判されるだけなような気がするんだけど、だったら映画見て批判された方がまだマシだと思うんだけど。構想、構想ね、まあやっぱ話すのやめようか。やめとくわ。まあまあ見てもらってでいいよ。見たら分かることだから。いや、やめとくやめとく。旅企画詐欺って俺旅でお金募ったことなんか一回もないよ。ポップコーンキャラメル、キャラメルにしようかじゃあ。まあ映画見てから見ればいいんじゃない？見たらわかるわけだから。ねえ。論より証拠って言うじゃん。映画はね、1本目は30分。騙されたって被害を訴えてるリスナーなんか一人もいないからね。いないから。お金を投げてなくて実際に知らない人がただ叩いてるだけで、花火を投げた人とかからクレームなんか一件も来てないよ。だからそれ知らない。他の放送で誰よ、誰が訴えてんの、誰、花火投げた人が訴えてるって知らないよ。そんなの平気で嘘つくよな、本当に。誰よそれ。いや、訴えればって感じだよな。だったら。誰の放送で言ってんの、それ。大体そいつが本当に投げたっていう証拠あんの？いや、誰だよ、それ。本当だよね。訴えるとか言ってもバカじゃないの。最初から投げんなよ。頭悪すぎるだろ。いや、投げんなよ、最初から。バカすぎるだろ。バカすぎるだろ。最初から投げんなよ。バカだろ、本当の。頭悪すぎるよな。本当だよ、課金するなって感じでしょ。バカすぎるでしょ。うん。いや、だからそうでしょ。ふわっちっていうサイトで和道に花火投げて騙されましたって証言してるんでしょ。勝手にやってろよな。はい、和道つ。で、俺、小手半調べたら、俺に投げたかどうか全部調べてあげるよ。本当に。いくら投げたのか聞きたいよね。まさか花火一発でそんなこと言ってないよね。いくら投げたっつってんの、そいつ。誰で、匿名で誰かもわかんない。男か女かもわかんない。で、いくら投げたのかも知らない。それよっぽど投げたんだろうね、俺に。うん。いや、別に焦ってないよ。うん。誰？うん。作り話でしょ。いや、アホでしょ。うん、いや、気にするなっていうよりもなんつうのだ、いや、だから投げたやつでそういうふうに言ってるやつを俺は知らないから、だったら直接文句言ってくれやいいじゃん。とつかけてきなよ。話聞いてやるから、うん、花火投げて俺に騙されたっていうやつ電話かけてこいよ。今話してやるよ。で、なんて名前のやつかわかる人いる？それなんて名前のやつが言ってんの？それ誰の枠でそれ相談してたの？それ誰？知ってる人いない？誰か。わかんない。うん。わかるけど言っていいのかな。え、言って言って。うん。いわ、夏。ね、ありがたいね、花火ね。さっきファンタスティックと、あとオープニングにいきなり花火くれた人がいて。ありがたいよね。いや、つまんなくなったからいなくなっただけでしょ。単純につまんなくなったのと応援する気がなくなったから花火投げないだけでしょ。違うの？俺はそう思うけどな。だってずーっと同じ人が生きてる間にずーっと花火投げ続けるなんてありえなくない？うん。おはよう。だってさ、何の脈略もなくさ、詐欺、便所はやってるだろう、便所はやってる、こいつは違うんだとかバーって書かれてる中でさ、何の脈略もなく便所は水虫って書かれたら笑うでしょ。この議論と何の関係があるんだって思うでしょ。それぶっ込まれるでしょ。いきなりなんか全然関係ない便所は水虫は笑うよ。笑うよ、こんなの。おはよう。今カメラ用の花火いくら上がってるか、こんな感じですね。はい、こんな感じです。初見さんおはよう。入れ墨入れてないっすね。生活費は全く別、これは。うん、だテロップ入れてない時にもらった花火っていうのは別カウントにしてる。カメラはね、何万のカメラ買うの？いや、書いてあるじゃん。何万のカメラ買うか書いてあるよ。読んで読んで。買うカメラはこれですね。ソニーの α7 です。ソニーの α7 っていう、このカメラ買います。これね。あ、これね、動画も撮れるんですよ。なんで写真用の一眼レフのカメラにするのかって疑問ある人いると思うんだけど、普通ビデオカメラで撮るのね、映画って。で、ビデオカメラって、まあ、動画が、こう、動きがあるものが得意なんだけど、レンズを付け替えたりしたりとか、綺麗な映像とか、まあ、目に値するところがこのレンズってやつなんですけど、この一眼レフタイプの、カメラだとレンズを交換することができるんですよ。ガチャガチャ付け替えることができるの。だから映像表現として幅が広いものが撮れるっていうので、まあ、こっちの写真用のカメラで撮るっていうのが1点目。で、ミラーレスカメラでこの α7III っていうのが、動画にかなり強い機種なんですよ。だからその、なんていうの、本来写真撮るための機械なんだけど、まあ、これで動画を撮るっていうのをちょっとトライしてみたいんですよね。α7 の3ですね。α7III。この機種を買います。これはね、写真用です、メインは。ただ、動画に圧倒的に強いっていうのが売りのカメラですね。あ、キャメラですね。すいません。そうそう、写真の初心者用に今受けてんの。そう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 、本当に。だから入門機だね。入門機にしては高いぐらいの。写真も撮りますね。はい。もちろんもちろん。レンズは標準じゃダメですね。レンズは買いますね、別に。あ、僕です。介抱してたっていうか、金前さんに新宿まで送ってって言われて、僕家新宿で、で、彼女の車で、いいっすよって言ったら大変なことになったっていう、2時間ぐらい往復したの。僕ですよ。はい。そう。閲覧3000人ぐらいで、ビビったよ、本当に。やっぱ金前さんすげえなと思って。閲覧3000とか自分の枠でなると思ってなかったから、想定してなかったですね。びっくりしたよな。生活保護はもうとっくに抜けてますよ。レンズはものによるけど、大体ね、全部で15万ぐらいかかります。うん、カメラの本体が25万。まあ、標準のレンズついてるんだけど。で、まあ、プラス15万は最低でもかかりますね。カメラのレンズに次は、レンズ代で、その後パソコン、その後、編集ソフトですね。だいたいそれで100万超えるぐらいかな。とりあえずね、一個一個揃えていかないと。生活費は、だから、生活費足りなくなったら、一回この企画止めて、生活費の方いただく。Mac はね、だいたい70万か80万ぐらいじゃない。おはようございます。髪の毛は自分で染めてますよ。短観塾続いてますよ。ね、人生何があるか分かんないからね、この前もなんかね、200万ぐらい出してやろうかっていう風に言ってくれたリスナーさんいたけど、ね、一撃300万ポンと出してくれたらありがたいよね。夢があるよね、配信は。いや、出してくんなかった。うん。おはようございます。これゲームだよ。メタルスラッグ。すげえ面白いよこれ。メタスラおすすめです。メタルスラッグっていうね、ディフェンスなんとかゲームみたいな。タワーディフェンスか。タワーディフェンスゲームですね。スイッチ、やったことないですね。スイッチやったことないですね。持ってないですね。コメント流れてないよ、こっちは。今ね、ゲームに集中してる。面白いよ。すげえ面白い。めちゃめちゃハマってるね。楽しいよ。はい、どうした？ヘッドホンはね、雰囲気、なんか、配信者っぽいじゃん。ぶっちゃけた話、全然いらない、これは。全く必要ないね。なんか、すごい配信者に 見られたいっていうか、なんかできる感じを出していきたいんだよね。いやー、全然ノリノリだよ。ノリノリ。もう絶好調だよ。映画の脚本、小道具とかも必要だから、また必要になったらみんなに頼むから大丈夫だよ。必要なものが出てきたら支援してもらうよ。大丈夫、みんなに頼るから。ちゃんと相談するよ。今これが足りない、あれが足りないって。今ゲーム太鼓叩くのがなんかめんどくさい。なんかアイテムもらった時に労力を割きたくないのね。何もしないでアイテムもらうっていうのがなんかかっけえ、俺の中では。メタルスラッグっていうタワーディフェンス系のゲームだね。朝ごはんは食べたよ。うん、まだ昼飯食ってない。もうそろそろご飯の時間かな。アクションゲームじゃない、タワーディフェンス系だね。映画、いや、完成した時が完成時期だね。俺は未来のこと分かんない予言者じゃないから。完成した時が完成した時だよ。ソニーですね。オーディオインターフェース AG03 すごくいいですよ。もう快適っすね。音の環境はこれ一発あれば十分じゃないかな。配信だったら。いや、アンチコメは、どうだろう。最初の1年半ぐらいかな。なんかいろんな考えの人がいるんだなって思ったからは、なんか、ああ、こんな考えの人もいるんだ、みたいな。世の中って広いなって感じ。いろんなこと考える人がいるんだなっていう。結構びっくりすることもあるよね。いや、のんちゃんのほとんど会話しないね。俺らあんま喋んないね。ニコ生やんないかな。あ、ごめんごめん。応援してくれる人はアイテムください。お願いします。アイテムありがとう !KP ありがとう !KP ありがとうサンキュー。あ、アイテム別に花火だけじゃなくていいよ、全然。いろんな、持ってるアイテム、いろんなのください。ありがとね、花火。花火じゃない、アイテムありがとね。サンキュー。アイテムありがとうサンキュー。あ、iPhone では撮らない。いいカメラで撮りたい。なんか iPhone で撮ったとか、なんかあんまテンション上がんないっていうか、なえる。ありがとうアイテムありがとう。うん、せっかくだったらいいやつで撮りたい。なんか安いカメラであんま撮りたくないじゃん。あ、ハート3個ありがとう。アイテムありがとうね。サンキュー。アイテムありがとう。サンキューサンキュー。アイテムありがとう。あー、俺ね、中古品あんま好きじゃないんだよね。今日なんだろうね、今日花火飛ばねえな。調子悪い。調子悪いのかな。なんか調子悪そうだよね。どういう映画撮るのか語れ。なんでなんで？ちょっと意味わかんない。意味が全然わかんない。ゲームね、無課金分終わっちゃった。全然わかんないよ。企画書ないよ。いや、金出さなきゃいいんじゃない？出してないじゃん。で、金出す人って出してないじゃん。行かないと出せないぞっつうか、もう出さないし喋れねえよ。うん、俺働くのやめたんですよ。うん、働くの向いてなかったんだよね。風邪ひいて、あ、昨日ちょっと体調悪かったっすね。いや、働くの向いてなかったんだよね。いや、普通とか言われてもさ、いや、普通とかわかんねえし。なんで嫌われてんのか俺もよくわかんないんだよね、もう。もうね、諦めたんだよ。なんでか嫌われんだよね。あんまりね、なんか、まあまあ、ね、10% ぐらいファンができればいいや、と思って。うん、結構、なんか、好きな人は好きっていうか。うん、たまになんか結構、ハマる人はハマるから、まあ、それでいいや、と。お、来た来た。いいね、ありがとう。サンキュー。待ってたぞ。遅いよ。うん、熱中症気をつけるよ。エアコンガンガンに焚いて部屋から出ない。働きたいか働きたくないかで言ったら、うん、答えは後者かな。暑いじゃん。汗かきたくない。うん、日本合わないのかな。俺無宗教。いやーなあ、考えろっつうか、そういうの苦手なのね。和道はさ、フィーリング大事にするタイプだから、うん、パッて思いついた感じでゴーサイン出す感じ。脚本あるよ。うん。だってアイテム上がんなかったらテンション上がんないよ。俺もバーンってやりたい時はさ、アイテムもバーンでしょ。うん、だからこう噛み合ってない時ぐらいあるでしょ。病んでない。他力本願っていうか、俺の理想は赤ちゃんなのね。わーって泣いたらうんちーって、わーって泣いたらご飯かなーって、わーって泣いたら、うん、抱っこって、わーっていきたいの。そう、俺の理想は赤ちゃん。泣くだけで周りがこうガッてくるっていう。全力で守るみたいな。俺は現状維持じゃない。マイケル・ジャクソンになりたい。最終的には。理想はマイケル。ファンには感謝してるよ。いや、ファンのために、ファンクラブだから、ファンとの交流はすごく大事にしたい。うん、熱狂的なファンたちに囲まれたいって思ってるよ。のんちゃん、アップルパイとさ、なんか買ったやつある？あれちょうだい。お腹すいた。ありがとう。サンキュー。ファン大体10人に1人ぐらいだね、俺のファンは。10人に1人ぐらい大体ファンになる。俺タバコ吸うよ。俺アイコスやってない。今のはないな。ちょっと反省だろ。ちょっと今のないな。ちょっとやりすぎたな。ちょっとタイムシフト見て見返す。ちょっと反省だわ、今のは。もう一回やってみる。スマホの待ち受け、はい、スマホの待ち受け、お、え、なんでクモンリュウガサ入れきてんのえ、クモンリュウガサ入ってんの？マジで言ってんの？え、クモンリュウガサ入ってんの？マジでマジでマジでちょっと神回じゃん。ちょっと待って、クモンリュウ見るわ。ちょっと待ってて。クモンリュウガサ入れ？なんだこれ。え、どういうこと？ガサ入れ？ミラーはバンになる。あ、ありがとう。風船ありがとう。なにこれ。なんで傘入ってんだ。何で傘入るってことは現行犯なんじゃないのこれ。逮捕状は出てんの？何これ。ピッコロありがとう。うわ、傘入ってんじゃん。なんでガサ入ってんの？何これ。え、何のガサこれ。逮捕状出てるって。逮捕状出てるってよ。何これ。ふわっちでやってるよクモン今。何これ。何どんな状況これ。何これ。いやガサだね。いや、大丈夫なんだ。逮捕濃厚じゃなくて逮捕あるやろって言ったら、うんって言ってたよ。修復警官、まああるよって言ってたよ。だから多分こんな逮捕だよ。クリームパイ。いや、まだわかんない。強盗？何強盗って。クモン多分この後逮捕だと思う。クモン。ニカかな？どうなんだろう。多分逮捕状で今出てくると思うけど。あ、置いていけないって言ってるから。これ逮捕あるね。多分この後準備、逮捕状出すよ。なんだろう、容疑とかは出てないけど、なんなんだろう。わかんない。なんか車を返したとか話してるけど。強盗？わかんない、車。何のことかわかんないね。いや、ガサ、こんな感じで朝一で来て、ガサって言って、その後逮捕状バッて出して、これで間違いないね、つって。逮捕状出てるから、つって輪っぱかけて、相馬引っ張るね。多分だから、逮捕状を出した段階で配信切れって言われる。で、本人、罪認めてる感じだね。なんか。うん、今ガサだね。今ガサ入れってやつ。あ、これもう令状持ってるね。令状持ってる。強盗致傷は一発実刑なんだ。いや、もうあれでしょ、ガサで余罪がないか調べてんでしょ。パケとか出てこないかどうか。え、クモンリュウ生活保護受けてたの？クモンリュウ今生活保護前受けてたろっつったら、うんって言ったよね。え、クモンリュウ生活保護だったの？前。今生活保護受けてないのって聞いたら、うんって。前受けてたやろっつったら、うんって言ったよね。あ、クモン生活保護だったんだ。捨て頃の後ナンパした女ぶん殴った。あー。今年に入り、六法全書によると、今年4月改正版によると、リュウジが20日住めば、いや、わかんない。罪名がわかんないから。多分これ、どうなんだろう。状況がわかんないね。もし、強盗なんとかだったら、一発実刑だって。薬なの？あ、こんなもんだよ、ガサ入れって。類犯だ。そうだ、執行猶予持ってるでしょ。大麻作られたの？いや、草は入ってないから大丈夫だよって言ってたよ、放送で。俺草とかやってないからって。出てこないよって言ってた。あ、おすすめ規制入った？まあ、そりゃそうだよな。ガサ入れだもんな。おすすめ規制入った？おすすめ規制入った。あ、入った。え？終わっちゃった。あ、終わった。あ、バンだ。バンですね。バンです。終わった放送。あ、これ、やばいね。バンです、バン。これバンでしょ。バンだね。おすすめ規制外されてバンだわ。バン。うん。バンだね。うん。バンだよな、これは。時間途中残ってたもんね。バンだよね、この終わり方。うん、電話かけてみる。あ、晩中は電話ダメなんだ。ちょっと俺、LINE するわ。うん、くもんるように、電話じゃなくてメール打っとく。LINE 既読つかねえな。ダメかなこれ。え？それどころじゃないよな。まあこのまましょっぴかれるな多分。いや通話はね俺がバンになる。放送再開した？嘘。放送再開したって。ちょっと待って。放送、あ、来た来た来た。いや多分誰かが電話かけたんでしょう。これ大丈夫なのかな。すいません。あ、配信強制終了ってないんだ。ん？また止まった？また止まった？あれ？映像止まった？動いた。あれ？クモンはもともと生活保護を受けてるって言ってたね。もともと生活保護を受けてるってさっき言ってた。今は生活保護じゃないって言ってたよ。え？なんだろう、見れないな、こっちは。配信がバレた。消されたってこと？どういうこと？あれ、俺見れないな。くるくるになったね。あ、警察が配信止めたんだ。警察が止めたのこれ。ああ、終わったね。警察が止めたね。あ、じゃあ逮捕状だ。多分。嘘。警察で配信してるやろって言われた。あ、じゃあ警察が止めたのか。あ、まあそうだろうね。まあ多分この後逮捕状の流れだと思うよ。うん。なるほどね。あ、切られた。まあ調べ中はまあ切られるわな。なんか強盗、車を取った、車返したっていうのとぶん殴ったっていうことを言ってたね。だからまあその件についてやり取りしてたから、で、相手とは、被害者とは会ってないとか、そんな内容だったね。ちょっと俺も状況がつかめないけど。ねえ、ガサが先だったね。俺ん時もガサが先だったけど。うん。生ポだったの？生活保護だったの？生活保護前に受けてたろうっつったら、今は受けてないって聞いたけど、俺は。うん。俺の時はガサ逮捕状の流れだったね。生ポばっかり。うん。生ポ多いね。うん。ていうか、公文竜別に生ポ以上に稼いでねえか？うん。何をしたんだろう。いや、俺は隠してないから、生ポは。カミングアウト系だから。うん、俺生ポじゃないよ。強盗致傷は6年から無期って書いてあった。マジで、うん、生ポって生活保護って意味っていうか、捨て頃捕まる人多くね捨て頃ファイター捨て頃ファイター捕まる人多くね今回。うん。生ポ4年もらってた。俺は4年。俺はほら、あれだよ、ガサは、なんだっけ、詐欺事件の時。うん。嘘、4年も出てこれないの。何、強盗って何やったの、クモ。何をやって、4年も入るの？ 4 年って長くねえか。いや、俺はアウトだと思うけどね。アマゾンポイント変換したら。俺はアマゾンポイントとかアマギフもらってても申告はしてたけど。4年かよ。4年かよ。長っ。女ひっぱたいた。公文竜って今いくつだっけ？20いくつだっけ？23ぐらいだっけ？うん。ポイント分引かれるよ。全然。金券扱いだから。ポイント分変換だよ。うん。23か4か。いや、28とかねえ、4年は長いよな。ああ。なるほど。便所さんに知らせろって、便所さんはもう知ってるでしょ。便所さんが知らないわけないでしょ。うん。するふり？何？するふりって。わ、連絡来た。準構成員としてマークされてたんだ。恋愛映画撮ろうと思ってますね。うん。まあ普通ぐらいだね。うん。仲いいっつうか、まあ普通に知り合いって感じ。うん、まあ遊んだりとか一回もないけど。うん。準構成員っていうのは札がついてない、要はヤクザの暴力団、指定暴力団にはなってないけれども、要はそこに属してる、出入りがある人だから札をかけてない、要は正式なヤクザではないけれども、まあヤクザとこう付き合いがあって、そういう活動をやってる人を準構成員っていうの。そう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 。便所さんに教えてやれ。え、便所さん知ってるでしょ、もう。今一応優雅さんとは連絡取り合ったけど、今クモンの放送見てましたって。おはようございます。リアルタイムだから知らない。便所さんに電話かけてみる。あ、じゃあメール送っとくわ、便所さんに。名古屋のキングっていう人と俺関わったこと一回もないよ。誰だかわかんない。生ポはあれだよ、別に健康でももらえるよ。お金が足りない人を保護する制度だから。あ、便所太郎さんもう把握してるって。便所さん把握してるって。弁護士さんもう配信でネタにしてるって言ってるよ。早えな、さすがに。ツイキャスじゃないかな。うん、ふわっちゃは別に潰れないでしょ。くもんね、確かね、執行猶予あるはずなんだよな、多分。多分くもん流執行猶予あると思う。確か弁当を抱えてる気がしたけどな。確かあったよね、雲。まあもう無理かな。まあ本人はもうあの件でしょみたいな感じで話してたけど、雲に言ってたばっかりか。あ、こないだ切れたんだ、弁当。うん、でもどうなんだろうね。え、みんなどう思う？罪名が分かんないと何とも言えないよね。こないだ切れたんだ。じゃあギリギリセーフだの。いやでもどうなんだろう。強盗って重たいんじゃなかったっけ？重たいんだ。女殴った後に車盗んで逃走？ああ、そう、車返したよとか言ってたもんね。うん、一発実刑なんだ。まあ、心証は良くないっていうのと、まあ、女殴った後に車盗んで逃走だったら、まあ重たいよね。で、それ放送には載っけてたの？みんなは知ってるの？強盗傷害重罪なんだ。金も取ったの？あ、無免なんだ。執行猶予はありえないんだ。ああ、なるほどね。詐欺で俺執行猶予だったじゃん。俺前科3犯。なるほどね。銃刀法違反、詐欺、傷害。うん、うん、傷害は膝蹴り。フランス人に膝蹴りかましちゃったの。いいね、プレゼントありがとう。うん、6年はシャバに戻ってこれないって重たいな。マジか。ナイフ、ナイフ。うんナイフっすね。実刑確定なんだ。女殴った後、その女が付き合ってた男の車を盗んだ。逃走。え、それは配信に載ってるの？まあまあ、歌舞伎町だとよくあるよ。フランス人に膝蹴りかますのは。あれ、みやびさんが放送やってる。あれ、みやびさん放送やってんだ。あれ、みやびさんが復活してるよ。いや、ついカッとなって。うん。昨日からやってるんだ。うん。よっさんが留置が伸びた。自演コメントやめてください。自演コメントやめて。165号さん、自演コメントやめてください。よろしくお願いします。自演コメント恥ずかしいですよ。キツネ枠でやめてください。略式起訴で罰金だね。そうだね。あ、違う、書類送検だね。書類送検。略式起訴じゃない、書類送検。始まったぞ。何が始まったの？え、書類送検って前科つかないの？俺つくと思ってたけど。書類送検って前科じゃないの？じゃあ前科2犯だ俺。前科2犯ですね。あ、じゃあ前科2犯だわ俺。前科2犯。うん、1個減った。あ、そうなんだ。うん、前科2犯だわ。知らなかった。略式じゃなくて書類送検。うん。逮捕もされなかったし、裁判もされなかったよ。うん。なんか書類がどうのこうのっつってたね。起訴は2回されたよ。うん。1個目が本ちゃんの裁判で、2個目が略式裁判の罰金刑だった。前歴1位、前科2か。うん。1個減った。いや、知らなかったな。前科2犯です、僕は。蹴り入れた方が略式裁判。うん。俺は刑務所入ったことない。一回もない。職歴はアルバイト、ファミリーレストラン、ポテト貴族が一番長かったね。昼間はポテト貴族ってお店なんだけど、夜になると、じゃがいも男爵っていうお店になるの。昼間はポテト貴族、夜はじゃがいも男爵っていうお店で、働いてました。はい、蹴り入れたの罰金10万かな。うん、いや、わかんない。オーナーのこだわりで、昼はランチの時はポテト貴族っていうお店なんだけど、夜になると、じゃがいも男爵ってお店、名前変わるの。でも、スタッフ3人しかいなくて、オーナーがシェフで、奥さんがウェイトレスで、俺がウェイターと、調理の補助、洗い物とかやるっていう。そう。3人しかいないんだけど。そう。ポテト貴族で働いてた。たまにじゃがいも男爵の方も出るんだけど、じゃがいも王子はね、なんかね、あれだってよ、おすすめ規制ずっとなってるんだって。公文竜、あれは逮捕なのかな、本当に。どうなんだろう。あ、電話だ。もしもーし。あ、おはようございます。はいはい。はい。アウトかもしれない。え、これアウトっすか、やっぱり。だからはい。車を、はい。なんか強盗致傷で車を奪ったらしいんですよ。しかもそれ、あれらしいですよ。捨て頃の後らしいですよ。捨て頃の後？はい。ていうか、捨て頃の日にナンパした女の子とか書いてましたよ、リスナーさんが。捨て頃の日にナンパした女の子は？はい。で、その女の子をぶん殴って、彼氏の車をそのまま無免許で運転して逃げたって。え、その女の子をナンパしたんだけど、その彼氏がいて。はい。ってコメントでは。女の子をぶん殴ったみたいですね。なんか、はい、さらになんか未成年誘拐の疑いもあるみたい。えマジですか。え、15歳の子に止めてたみたいで。はいはいはい。うん。なんか、本人が言うにはなんか物持ってきてくれただけみたいな。ほうほうほう。え、弁護士さん放送見てました？ミュートで見てたんですよ。あれですよ、生活保護やろうって言われたら、今は違うって、前受けてたやろうって言ってたんですけど、なんかリスナーさんが言うには、今も生活保護っぽいですよ。ね、なんか生活保護っていうのをコメント見てたね。はい、そうです、そうです、そうです。でも、15歳誘拐って類犯でやばくないですか？15歳の女の子を家に止めさせてたっていうんで、なんか泊まってくって誘っただけでもアウトらしいですよ。あ、そうなんですか。未成年誘拐が略取とかになって、でさっき、はい、強盗致傷で、はい、強盗致傷害で、はい、大体6年、6年ですね。6年から向き入ると、はい、もうアウトじゃないかなみたいな。一発実刑ですよね、多分起訴されたら。多分一発実刑だと思うんで、なんか令状持ってこられてて、はい、まあ令状出てますね、多分。なんか令状出るんやろう。ガサの令状だと思うんだけど。あ、違います。ガサが来て、ガサ配信やってる時に、令状出て、あの件やろうって、俺車返したでとか言って、まあなーっつって。もう会話が成立してたんで。じゃあ逮捕状ってことだ。です、そうです。あ、じゃあ逮捕アウトだ。アウトです。で、会話のやり取り僕ずっと聞いてたんですけど、もう逮捕する流れで、まあ今から準備してあれだから、みたいなこと言ってたんで。逮捕する。アウトです。アウトです。アウト。コンリュウ君アウトです。あ、じゃあもうアウトだと思う。だから多分もうそのまま連れてかれてそのまま逮捕になると思う。ですよね。で、閲覧バーってぶっぱねてたんですけど、警官が気づいて、お前配信やってるやろっつってカメラによって配信切れたんで、もう引っ張られてると思いますね。便所さん大丈夫なんですか？ステゴロファイターちょっと。あれじゃないですか、捕まる人多すぎません？いいじゃないですか、捨て頃が終わっても捨て頃が話題になるんですよ。ありなんですか、プロモーター的には。いや、ありですよ。あり全然ですよ。もうね、みやび君がシャブやったり、DV したり、はい。ね。みやびさん、ちょっと待って、みやびさんってシャブやってんですか？シャブを3年前にやってたって言ってて、はい。でも、元婚約者の話だと、もう数ヶ月前までやってたみたいな。それ逮捕されるんじゃないですか？大丈夫なんですか？なんか今のところ大丈夫みたいですけど、ね、やったことはもちろん悪いことですよ。はい。公文竜が強盗をしたとか、はい、未成年誘拐したとか、やったことはもちろん悪いことだけど、はい。で、このプロモーターとしては、はい。全然ありです。ありなんだ。もともとね、ステゴロ1だって、もう前科者とかそんなのが出てたわけじゃないですか。前科者出てました？金牌だって前科者じゃないですか。ああ、言われてみれば確かに。ステゴロ2に出た選手がバカバカそんなことやってね、はい、じゃあ今これ逮捕されたりとか問題を起こす、はい、その後に DVD がドーンと出ます。DVD 何枚するんですか？いや、1000枚、最低1000枚だから、最低の1000枚。ぶっちゃけの話、いくら儲かんすか？いや、大して儲かんないです。でしょ？5000円で売っても大して儲かんないと思う。何百円で売っても多分1万あたりはもう1000円ぐらいかもしれないです。ですよね。しかも流通とか在庫とか考えるとリスク高すぎますよね。100だからアマゾンに出したりとかするとそこの中抜きっていうかあるんで。DVD15% 取られるんですよ、アマゾンで。高いんすよ。高いっすよ。DVD あれですか、出場選手はなんかプレゼントされるんですか？あ、何枚かずつ渡します。あ、マジですか？超嬉しいっす。あ、和藤さんもそうだ、前科者だったね、そういえば。いや、僕はあれですよ、前科2班。前科2班です。もうれっきとしたステゴロメンバーじゃないですか。いやいやいや。前科者ですよ。こうしましょうよ、ステゴロの出場資格は、はい、よっぽどこっちから声かける人以外は前科者。前科があったら、まあ、優先的に出すみたいな。そうそうそう。新しくね。新しく出たいって人は。はい。じゃあ、こうしません。前科が高いければ高いほど、後半の試合に出れるみたいな。ああ、そういうのも面白そうですけどね。はい、やめろ、本当に。いや、でもね。はい。まあ、別にその、公文竜が逮捕されてたとか。はい。まあ、やってるのは悪いと思うけどね。まあ、話題性はあるわな。でもこれマジで出てこれないやつだからね、シャレにならないですよね、本当に。多分数年、下手したら数年出てこないですよね。やば。なんか模範なんとかで4年かかるって言ってましたよ。え、実刑6年で、要は刑務所内で模範的なことやっても4年は出てこれないって書いてあります。ああ、そう、模範囚ね。模範囚でも。なるほど。若いのに。だから便乗配信ふわっち版やるんですか？いや、僕は全然やんないっす。キャメラ台の話ですかね。そうです。世界の和道になりたいんで早く。あ、でもカメラ何買うんですか？カメラはソニーの α7 ってやつで、もう12万貯まりましたよ。もうそれ貯まったんだ。そうです。リスナーさんからの支援12万で、あともう半分ですね、25万なんで。頑張って。頑張ります。映画作ってよ。はい。出てください。映画作んないと、天井太郎が、はい、枠取んなきゃいけなくなっちゃうから。っていうか、サイコパストラッカー、全然再生数ないのにディスんのやめてくださいよ。サイコパストラッカー再生数100なのに人の映画をディスんのやめてもらっていいですか？これディスってないよ。ディスってないですか？え、詐欺だって言ってません？和道は本当に、はいはい、映画を作りたいとは思ってると思うよ。で、脚本とかができてないっていうから、はいね、じゃあ集金なのかもねって言ってたの。ああ、なるほどなるほど。で実際ね、映画を作ればいいし、作んなければそこで叩けばいいでしょって。ああ、なるほど。便所さん出てくれないんですか？映画。別に出ますよ。マジですか？なんかサイコパストラッカーって YouTube 上がってんだっけ？上がってますよ。僕3回4回見てますよ。サイコパストラッカーいいっすよ、あれ。でも俺音楽で引っかかるかな、はい、消されたかなと思ってたけど。いや僕何回も見てますよ。むしろ解説枠 やりましたもん、この前サイコパストラッカー。じゃあちょっとどういう映画作るんですか？恋愛ものっすね。切られた。恋愛ものダメなんだ。便所監督と対談しました今、便所監督と、みんなちょっと応援してよ。アイテムちょうだい。アイテムください。サイコパストラッカー超える映画作るから俺。サイコパストラッカーヒロインのりこ。クモンリュウと電話したら俺バンになるからダメ。クモンリュウと今通話したらバンになる俺。バンになりたくないもん。未成年誘拐と強盗致傷。ありがとう !7 号さん花火ありがとう花火ありがとう。ものすごく感謝してるよ。頑張るね。ありがとう7号さん。サンキュー。ありがとう。サイコパストラッカーヒロインのりこだね、でもね今回恋愛ものなんだけどヒロインね実はねあんまり出ないんだよね。ヒロイン最後のシーンぐらいに出るか出ないかなんだよな。主に声だと思うのりこのあれは。ハートありがとう。だからのりこはね実は演技必要ないね。ほとんどねアテレコで十分なんだよね。小説みたいな映画、連投 NG ね。連投は NG だから、別に島津貴光って書いてもいいけど、いや便所さんも何気にサイコパストラッカーすげえ面白かったんね。尺が長かったのが微妙だったのとメタルがないなっていうのだけで、あれ5分ぐらいで起承転結してた。すげえいい映画だよ。セリフほとんどないし、っていうかセリフ1個もないんじゃないかなあれ。キャメラ代と映画代は別込みです。300万の内訳の中に25万が入ってる。多分クモンリュウ逮捕した。クモンリュウに電話するっていうか多分もうパクられてると思うよ。クモンリュウもうだって30分ぐらい前だよ。もう出ないと思う。ハートありがとうハートありがとう。クモンリュウもう出ないと思うよ。あ、既読ついてないもんだって、ついてない。既読ついてないからもうパクられてる。いや既読がついてないメッセージだって。1時間前だって放送始めた時じゃん。もうパクられてるよ。多分これ本当にアウトだと思うよ。野田総理やばいの？心証悪くなるとかじゃなくてもう刑的にはもう実刑確定だね。起訴されたら。電話？分かったよ。めんどくせえな。ダメだね。出ない出ない。多分もうわっぱついてると思う。うん。多分もう無理だと思う。なんか女の子を殴ってその車を盗んだっていう感じだって。だから強盗致傷っていうやつなんだって。強盗致傷、捨て頃当日にナンパした女の子っていうふうにコメントが書いてあったから、その当日に殴ったかどうかは分かんないけど、ナンパした女の子だって。知り合いならせいぜい罰金では。ああいう被害届下げるのかな、どうなんだろう、ちょっとわかんないね。てるちゃんびんは多分今頃ね、多分ペロペロしてるから、配信外にちょっと電話かけづらいんだよね。くんに忙しいから、ペロちゃんびんは。なんか、配信中に電話かけるのはいいけど、配信外だとほら、女の子が萎えちゃうからかわいそうじゃん。今多分仕事中だと思うから、ペロペロしてると思うから、15歳の子は別の子って書いてあるよ。ねえ、花火師さんとメイクラブアバンチュール、そうそう、クンニの帝王だから。配信外の連絡は気使うよね、やっぱり。一応メールとかにとどめる感じじゃん、普通は。のりこ殴ったこと一回もないよ。ねえ、のんちゃん。最近くんに、いや、あれだよ。そういうのは。配信外の連絡はほとんど寝てるかんな。起きてる時は配信ずっとやってるからね、俺ら。まあいいや、俺そろそろ放送終わりにします。お疲れ様でーす。ありがとう、お疲れ。